ノウウハというよりは気気持持ちちででしょすか覚悟いや気持ち覚悟じゃなくてテレビに出たいいとかってうやつそういうことなるほどなるほどそういう気持ちのやつがそもそもいるそうもうだからテレビに出たいって気持ちがもうそこで終わってんだよね今テレビに出たって露出もされないギャラももらえない地獄のような場所ですよテレビ拘束時間も長くて拘束時間もないしだけどテレビが憧れなわけですよみんな。芸能事務所も ましたけど<っ> b to b というよりはテレビの枠を持ってるってことなんですよ、うん、大手の芸能事務所の唯一の強みはテレビ局員との太いパイプです <laughs> それだけだと言っても過言ではありません。一応 b to b じゃないですかいやー、ね、そうなんですけど<応>テレビとの太いパイプっていうものだけが彼らの唯一の価値なんですよテレビ自体が腐れ始めたから,パイプからテレビが腐れ始めると、うんうん それがあまりこうまあ、うん、なんかアドバンテージじゃなくなっていってかだからテレビの枠をもだから本屋さんみたいなもんよ本屋さんも昔は雑誌並べてればもう坂道を転げ落ちるように部数がね,ううね下がっていったじゃないですか。<laughs> だけど昔は本屋さんに「週刊少年ジャンプ」とか置いといたらもう和歌みたいに売れていった、うん、何もせずに売れていったわけですよ。 ボケてるわけですよだから本屋さんを火を消してはならないとか言うんだけど <laughs> お前さ昔めっちゃ濡れ手に泡でめちゃくちゃ儲かってただろってう、ね、大体地元の名士の人が不動産持っててそ,、ね、そこの1階で本屋さんやってたの何も考えてこなかったくせにお前今更泣き言言うなよみたいな。<laughs> で,で芸能事務所も同じだから何もやってこなかった。つまりマネージメントしかやってないんですよう だから付加価値の想像とかやってなくて、うん、太いパイプで流れてきたのはいあなたうん、うん、次あなたってっていや間違いないんあすよねあーでバーターで有名なタレントさんが出るときに若い子を仕込んでみたいなことをずっと延々と続けてきたわけですよ、うん、テレビとの太いパイプでついにテレビの付加価値がだんだんなくなってきて、うん、やっぱ稼ぐんだったユーチューブでしょとか、うん、ライブ配信でしょみたいになっちゃう正直 100PV しか稼げてない女子アナも、はい、ポコチャとかやれば、はい、全然普通,に、ね、普通に50万100万 稼げますよ 1> 1ヶ月だけどあんなのあれでしょバーチャルキャバクラでしょぐらいな感じでにしてんのその通りです。 テレビ局の女子アナなんて、もうそういうの一番バカにするタイプじゃない。だから、一番最初に死にますよ。おっしゃる通りでさ、今時女子アナになることが、もうバカじゃん。キー局の局アナになりたいです。おめでとう、局アナとかって言ってる人たちが、もう頭がおかしいわけ。前確か堀江さんがどっかで、親は情弱って話してたじゃないですか。まさにそう思うんですよ。昭和の頭の人。フェイスブック見てた。 そしたらうちの娘がフィジテレビに入社したんで入社式に行ってきましたみたいなだから入社する人が何十人かいてその倍の数の保護者枠がほぼ埋まってたらしいんですよ、えー、恐ろしいなって思って <laughs> <ー>もうまさにその話じゃないもうなんか春の叙勲みたいな感じのそう, <laughs> そうノリは日田会長も、えー、相談役か今「お元気そうに入社式の面々を微笑ましく見守っておられました」って書いて「<laughs> まだいたのかこのじじみたいな。<laughs> <laughs> 恐 <laughs> 恐ろろししいいですもうおぞましい世界が展開されてるんですよもうだからそんな感じなんですよキーって、うん、ー最初に死にますねそれは。 そりゃもうねさすがにね、うん、うんってなりますよねだからこういう何もやってない芸能事務所はこうやって排除されていって三十代四十代の人たちがやってる芸能系の事務所ってもうマネジメント以外のこと相当やってますよ<ー>自分でビジネス開発例えばフェスの権利買ってきて主催してみたりとかなんかコンサルティングとかやってるんですよね<ー>そうですね企業のコンサルティングを あるお菓子メーカーのイベントを開催したりとかっていう話をこの間聞いてたんだけど要は僕たちみたいにこうやってタレントはもちろん抱えてるんだけど逆に言うとタレントを原価で使えるわけじゃないですかしかも自分たちが全てを決められるから何かイベントを主催したらそこに対してタレントをブッキングするのは簡単じゃないですか自分たちのタレントだから原価で出せるしねだからそこは優位なところだよねっていうことで、まあ、もちろんテレビにも出るんだけれどもそれはもうはくつけて割り切ってちゃんとリアルなイベントで稼いでいくっていうような。 ビジネスモデルをちゃんとと作っっててるころ買すよね昔はね干すって言ってそれで本当に消されてたんだけど今消されないじゃないですかまあそうね消しようないじゃないですか吉本干された人もね皆さん頑張ってらっしゃいますからね今ね吉本もおぞましいですねいろいろね話を聞くとねだって吉本って昔上場してたんですよ吉本で MB をした時にそれこそあのイデイさん元ソニーのイデイさんのファンドがなんかコーディネートして今在京金局数社テレビ局の子会社なんですよ 実質的にに株主に入ってるだからテレビ局の子会社なんだからそれはもう松本人志さんもテレビ出れなくなりますよねっていう話であああでもテレビに出れないって逆にもう出なくてよくないみたいな <laughs> むしろ <laughs> むしろ意味ありますみたいな。YouTube に、ね、行って YouTube でも何でもいいんだけど、うん、やってこたつ記事書かせてさやればいいじゃないもうそれで。うん